ルーンベールを後にした一行は銀の森に住むという火の精霊王の安否を確かめるため、エルフの国フォンティーナを目指す。しかしフォンティーナは依然としてスレイプニル将軍率いる暗黒騎士団の制圧下にあり、戦況はレイジたちが出発した時より悪化していた。そこでアルティナはエルフ族以外誰も知らない秘密の抜け道を通り、エルフの避難民たちが暮らす隠れ里に一行を導いていく。だがそれは彼女が何より重んじるエルフ族の掟とは相反する行為だった。フォンティーナにこんなところがあったのか。エルフ族ってすごいな。ここは帝国軍の目を逃れるための隠れ里よ。生き残ったフォンティーナの民が大勢ここで暮らしているの。本当ならよそ者、ましてエルフ以外のものなんかここには入れてはいけないのよ。今回は緊急事態だから仕方なく。待て、そこの連中、そこで止まれ。これ以上先には行かせん。警備ご苦労様ですが、心配はいりません。この者たちは私の連れです。アルティナ王女、お帰りになられたのですか。王女、アルティナ王女、もしかしてお前のことか。他に誰がいるっていうのよ。大体そんなこと今はどうでもいいでしょ。とにかく中入るわよ。どうしたのです、あなたたち。そこを通してください。いえ、アルティナ王女、お通しするわけには参りません。我々は長老会議よりの命令を受けております。命令？どのような命令です？王女がお戻りになられたらすぐに議長の前に連行、いえ、お連れしろと。会議を招集し、お聞きしたいことがあると。議長がそのようなことを。わかりました。そういうことでしたら参りましょう。案内をお願いいたします。なんだかおかしなことになりそうだな。困ったことをしてくれたな、アルティナ王女。我がいとこの娘も、森全体が危機にある折だというのに。どういうことです、おじさま。いえ、議長、森が危機に陥っているからこそ私は協力者を連れてフォンティーナに戻ったのです。いいかね、アルティナ。我々エルフ族は伝統と秩序を重んじる種族だ。問題の解決もそれにのっとって行わなければならぬ。あくまでもエルフらしく、よもや知らぬわけでもあるまい。もちろんです。私はずっとそうしてきたつもりですし、これからだって。ではなぜ彼らをここに連れてきた。異種族をこの隠れ里に引き入れるなど、秩序ある行動とは到底呼べぬ。ですから秩序を取り戻すための協力者たちをお招きしたのです。それが伝統に反しているとは思いません。反しておらぬだと。フォンティーナのエルフ族はやむを得ず外の者に協力することはあっても、外からの協力者を必要としたことはない。あくまでも我ら森に住む者たちの合議により、我らのみの力によって物事を解決する。それがエルフ族の伝統であったはずだが、違うかな、アルティナ。それに議員諸君。いえ、議長のおっしゃる通りと考えます。
我がいとこは優れた指導者であったが、その娘たちはどうしてこのように勝手なことばかり繰り返すのか。突然帰ってきたラナといいお前といい、そのようなことばかりしているから。議長、今何と、姉さんが帰ってきたのですか。そうだ、ラナは出て行った時と同じく何の前触れもなくふらりと帰った。つい昨日のことだ。そして我々が止めるのも聞かず、一人で銀の森へと入っていった。地竜ベイルグランに話があるとか言った。大地の守護竜ベイルグランに。まったく、お前たちは何を考えている。よいか、我々エルフ族は長きにわたって森と共に生き、森の営みに合わせて自分たちの暮らしを。長く眠りについていた地竜が目覚めているので、そのベイルグランと話を。姉さんは一体何を考えているの。ほらアルティナ、聞いているのか。議長閣下、アルティナ王女様は何か大事な考え事が終わりの様子。代わりに私からの発言をお許しいただけますか。エトワール神殿の巫女殿か。よろしい、発言を許可しましょう。ありがとうございます。レイジさん、雪姫さんを。え、ああ、見せればいいのか。こいつだけど。こら、こいつとはなんだ。こいつとは。しかとご覧ください。この刀こそクラントールに伝わる霊刀雪姫。そして雪姫を振るう資格を持つこの者こそ、異世界より召喚されし新たなる勇者なのです。どうも。なんと。では、その刀が。あの、お初にお目にかかる。我こそは霊刀雪姫の。そのことをご理解いただいた上で、私たちやアルティナさんの処遇をご検討いただけますと大変にありがたいのですが。わかりました。そういうことであれば、無下に追い出すわけにも参りません。あなた方の滞在を許可いたしましょう。ただし、当方からの要請がある場合には隠れ里の防衛にご協力いただきたい。よろしいですね。承知いたしました。それではよろしくお願いいたします。姉さん、姉さんがどうして。誰のアーティファクトを作る？誰のアーティファクトを強化する？どのアーティファクトを強化する？アーティファクトを強化する？
澄み渡る青き世界よ。俺に任せろ。ください。この感じ、神経が研ぎ澄まされる。あれ、やったか。作戦行動開始よ。残されたソウルに新たな命を。私が選んだ道は正しいの。やったわ。私がやろう。王家の誇りにかけて。やっ、私に任せて。私はエルフ族だから。援護するぞ。よし。俺に任せろ。これが楽しみなんだよな。うまくやれるの。はあ、いい感じだぜ。ここは任せてもらおうか。援護するね。片付いたぞ。私に任せて。
皆様に神のご加護。私がやるわ。ください。心に直接響いてくる。命を。俺に任せろ。おお、燃えてきたぜ。次はどいつだ。はい、お任せください。私、歌うことしかできないから。歌が私を後押ししてくれる。一緒にやろうぜ。やりました。調子です。
作戦行動開始よ。剣の道は険しいもの。援護するわ。やったわ。いい感じだぜ。そう来なくっちゃな。Thank you.
みます。協力するわ。では参りましょう。よろしくな。はっ、行くよ。イライラするの。よし、作戦行動開始よ。人々を導くのが私の使命。はっ、俺に任せろ。柔らかに。次はドイツだ。行動開始よ。剣の道は険しいもの。やるわね、いいわね。やったわ。アップデート完了。
らっしゃい。誰のアーティファクトを作る？誰のアーティファクトを強化する？どのアーティファクトを強化する？どのアーティファクトを強化する？どのアーティファクトを強化する？誰のアーティファクトを作る？この手も借りたいのね。絶好調にゃ。協力するわ。勝てると思ってんの？おう、行くぜ！よろしくお願いいたします。デイジさん、お手柔らかに。次はドイツだ。私に任せて。私がお手伝いを。倒したわ。使えるものだといいけど。では参りましょう。作戦行動開始よ。剣の道は険しいもの。エンデスよ。敵を撃破したわ。お任せください。えい！
王朝にゃ。やっ、勝てると思ってんの？あれからずいぶん歩いたぜ。お前の姉さんどこにいるんだよ。黙って歩きなさい。姉さんは絶対こっちの方にいるはずなんだから。でもラナさんがどこにも見当たりません。一体どこにいらっしゃるのでしょう。あら、意外と近くにいたりするわよ。ラナさん、姉さん。はい、エルミナ、それからアイラにリュウナにサクヤ、みんなお久しぶり。でもってもちろんアルティナもね。こんなに早く見つかっちゃうなんて思ってなかったわ。やっぱりしっかりしてるわね、アルティナ。私なんかとは大違い。まあそれだから私もこうやって自由にやってられるんだけど、もっとも私が森にいたところでかえってアルティナに迷惑かけるだけかもしれないけどね。何をのんきなことを言ってるのよ。姉さんっていつもそう。私の気持ちなんか全然知らないで、いつも自分で思った通りに好き勝手に動き回って、姉さんがそうやって勝手に森を飛び出したせいで私がどれだけ苦労して心配してるかなんて姉さんにはわからないんでしょう。アルテナさん、落ち着いてください。
そうだ、落ち着けって。言いたいことがあるのはわかるけど、今は待て、落ち着け。エルミナ、エイジ、話して。姉さんにはまだ言いたいことが。ごめん、私急いでるから話は後でね。ベイルグランに大事な用があるの。じゃあ、卵をもらったらまた後で会いましょうね。え、卵？お前の姉さん、今、卵って言ったか？ええ、確かに私も聞いたわ。ということは、やっぱり木の精霊王も。姉さん、どこでそれを知ったのかしら。っていうか、姉さんまさか、ベイルグランから精霊王の卵をもらうつもり？無茶よ、姉さん一人でなんて。待って姉さん、待って。レイジ、姉さん追わなきゃ。わかってる、急ごう。そう来なくっちゃな。みんなを守る。行動開始よ。よろしく。援護するわ。敵を撃破した。私に任せて。任せろ。おれや。どうしよっか。やるわよ。
に任せろ。お宝ゲットだぜ。そう許さねえ。ベイルグランか。エールブランもでかかったけど、こっちもかなりのもんだ。あなたがベイルグランですね。私はアルティナと言います。この銀の森の銀の守り人殿じゃな。もちろんお主のことは知っておるよ。お姉さんのラナのこと。お主らが小さい頃からずっとな。本当ですか？ありがとうございます。実は今日はお願いがあって。精霊王、精霊王の卵が必要なの。あなたが守ってるんでしょ？おほう、精霊王の卵のこと知っておったのか。さすが、おてんば王女は早耳じゃの。だが、しかし、いくらお主たちでも、ただで卵を渡すわけにはいかんぞ。そのことはわかるな。もしかして、試練ですか？さよう。我が試練を受けるがよい。見事わしを打ち倒し、お主たちが光の加護を受けるものと証明してみせるのだ。わかった。やってやるぜ。
さあ、どうしよっか。よろしくな。どうじゃ。こういうのがあるよ。どうしたものか。ほれ。どうしたものか。こいつはとっておきじゃ。
うわ。森の神、癒しを。ありがとう。作戦行動開始よ。どうじゃ。さあ、行くわよ。これはどうかしら。ソーラわしに勝てるかな。これはどうじゃ。わしに勝てるかな。ほーれ。どうしたものか。こいつはとっておきじゃ。険しいもの。さあ、行くわよ。避けられるかしら。何じゃ。どうじゃ。とっておきじゃ。逃がしたわ。任された。
パンチ。わしも潮時かの。勝てると思ってんの？アルティナ、やったね。これでベイルグランから卵をもらえるよ。姉さん、そうね。いやいや、見事見事。数百年ぶりにしてやられたわい。大したもんじゃの。いや、それほどでもないって。お主たちはまさしく光の力より感を受けておるに違いない。お主たちならばシャイニングブレードの力を目覚めさせたとしてもきっと正しく使ってくれるんだろうな。では約束通り精霊王の卵を渡そう。ちょっとこちらに来ておくれ。こちらって、そこは霊樹の下？俺は力が欲しい。お前さんの友達ともわしはすっかり仲良くなったしの。ママケフィアずっと待っててくれたのね。あなた私のことも覚えていてくれたの？嬉しい。その子もわしと一緒に卵を守ってくれておったのじゃよ。この木の精霊王の卵をな。さあ受け取るがよい、妖精の姫よ。姉さん、卵を。え？違うわよ。卵を受け取るのは私じゃなくて、アルティナ、アルタよ。さあ、アルティナ、精霊王の卵を取って。それから、あの歌、覚えてる？ずっと前に、母さんから教わった歌。じゃあ、あの歌が、もしかして。わかったわ。私、歌ってみる。それを知ってて卵を取りに来たの？じゃあ姉さん
かして私のために？まあね、私にできるのはせいぜいそれぐらいのことだし、いつも苦労させてるんだからそれぐらいはね。姉さんは、姉さんはいつもそう。どうしていつもそうなの？何でもかんでも自分で勝手に考えて、自分で勝手に決めて、自分で勝手に動いて、私の気持ちなんか確かめようともしない。確かめもしないのに、それなのに、どうして私のことをそんなに分かってるの？どうして私のためにそこまでしてくれるのよ。そんなことするから嫌いになれないじゃない。姉さんのこと嫌いになれないじゃないの。バカ、姉さんのバカ。アルティナ、落ち着いて。そんなに叩いたら痛いってば。アルティナバカ。アルティナ、もう落ち着いた？大丈夫かな？ええ、さすがにもう落ち着いたわ。でもまあ、姉さんと無事に会えてよかったよな、アルティナ。そうね、どうもありがとう。みんなのおかげよ。ありがとう。みんなのおかげ？何よ、どうしたの？いや、まさかお前の口からそんな言葉が出てくるとは思わなかったから、ちょっとびっくりして。なんですって？あなたたち、私のことを何だと思ってるのよ。ごめんなさい。アルティナはお姉さんのおかげでいろいろなことが吹っ切れたみたいね。お姉さんの方はどうするの？私は、そうね、やっぱあんたたちと一緒に戦うことにするわ。いいわよね、森をこんなにされて、家族や罪もない仲間たちを大勢殺されて。さすがに帝国の連中には高いツケを払ってもらわなきゃ気が済まないわ。もちろん一括でね。もちろん大歓迎よ、ラナ。あなたの弓の援護があれば心強いわ。任せなさいって。まずはフォンティーナの森から闇の手先どもを追っ払ってやるのよ。勇敢な戦士たちにわしからもこの力を授けよう。森を守る緑の力じゃ。こちらの隊長ならば新たな力を使いこなせるであろう。助かるわ。ありがとう、森と大地の守護者よ。それからラナ、ここでの指揮はあなたに預けるわ。まずは何をしたらいい？そうね、こういうことはしっかり者のアルティナに聞いてみましょう。ねえアルティナ、あんたはどう思う？そんなの決まってるわ。姉さん、暗黒騎士団を追い出しましょう。あいつら森を我が物顔で駆け回って、あちこちに隠れているエルフたちを駆り立てているのよ。絶対に許せない。わかったわ。だったら逆にこちらから奴らを駆り出してギッタギタにしてやるのよ。みんないいわね。私たち姉妹が帰ってきたからには森の中で好き勝手はさせないわ。